古墳時代の磁器刀。メトロポリタン美術館所蔵。自家刀とは、刀の内で刀身に、反りのない、まっすぐな形のもののこと。対して、反りを持つものは、腕刀という。日本では、平安時代中期以前のものはこの形となり、それ以降の刀身に、しのぎがあり反りを持った腕刀を太刀と呼び、自家刀には、太刀の字を当てる。また短いものは、太刀の字を当てる。 日本美術史及び日本刀研究における分類では上古刀に位置づけられるものである。日本における自家刀の出現は弥生時代の後期中央に遡り、墳糾墓などの遺跡から西日本を中心に出土している。茎の尻に鉄製の缶がつく、疎缶刀大刀のほか缶のつかないものも出土しているが、多くは中国大陸からの白菜品と考えられている。 鉄製の刀剣が日本で生産されるようになったのは古墳時代以降だが古墳時代前半代は自家刀よりも自家人、両刃の実機剣が多かった。両刃の剣は5世紀末までに捨てれ古墳時代後期以降は自家刀が用いられた。同時代後期の自家刀は装飾不大刀と呼ばれ金、銀、金刀層のきらびやかな刀装具に飾られたものが大量に出現した。 本来の武器としての使用のほかに、儀礼用に使われることもあり、刀身に文字が彫ってあるものも参見される。蝦夷は、わらび手刀と呼ばれる、自家刀を使用していたが、次第に、塚部がり器城にて振り下ろす使い方に適すようになり、毛抜き形わらび手刀を経て、次第に和人へ伝わり、腕刀となり、毛抜き形たちを経て、日本刀へと進化していった。中野大江の王子。 中富の鎌子らの起こした木の富の辺辺たりから、雪人作りの自家刀が出土していることから、飛鳥時代にはすでに平ら作り、切れ人作りの自家刀が製造されたことが伺える。古墳時代全体を通して、自家刀の柄の長さは15センチ以上の両手持ちが用いられたが、6世紀紅葉になると、 柄の長さ1 0ンチ以下の片手持ちの自家刀が主流となり、刀身も7 5ンチ以下となる。水庫長期に両手打ちから片手打ちへと変化したのは、バグの湿度量の増加からも、騎兵戦闘を施行して武器の乾燥が行われたものと考えられている。本州、四国、九州においては、平安期以降、万刀の出現とともに自家刀は廃れていくが、 北海道においては、13から14世紀まで木柄、自家刀が確認され、この頃に出現し始めたエゾ型なエゾゴシラエが15世紀に確立するまで続いた。ありがとうございます。